春秋航空春秋航空日本本社が入居する京成電鉄構図の森駅ビル春秋航空日本株式会社は日本航空春秋航空などが出資する日本の格安航空会社である別称はスプリングジャパンであり公式サイトや機内アナウンスなどではこちらの故障が用いられる場合もある中国の格安航空会社春秋航空などが 出資し、2012年9月7日に設立された。設立時の資本金は15億円で、航空運送事業許可の取得後に、60億円まで増資した。なお、航空法の外資規制があるため、春秋航空による出資は33%までにとどめられている。出資第3位の山サは、航空機リースのほか、パチスロの製造、販売でも知られる。 設立母体の春秋航空とは若干サービスを異なるものとして日本に合わせており2017年にはオリコンが実施する日本顧客満足度調査の LCC 国内線部門において価格、快適性、客室乗務員の対応など全体的に高い評価を獲得し2年連続の首位となっている2017年上半期日本の航空会社では結構率が 最も高くなっていたが、後に2020年度は運行率主位に輝いた。2017年5月から10月にかけて安全上の理由から運行乗務員の2割にあたる10人を乗務停止としていた2017年12月より、航空機整備の一部業務を JAL エンジニアリングに委託することとなった。2020年度末には債務超過にあることが明らかとなり、 2021年6月に日本航空が過半数兆の株式を追加取得し、JAL グループ入りすることを同年5月に発表した。2021年現在2021年現在2021年現在 COVID-19 流行による運休2019年1月現在。ありがとうございます。